ゃんと見て。負けたー。負けたー。負けたこれ入ってんじゃないですか。よ、二枚ずつ。ユバちゃん。負けたー。はい。今度足取るんだけどね。足取んないやん。見たことあるな。強かったね。なんか本来そういうデッキじゃないんだよな。
で、エンド。これはダメだ。
ったらもちろん割れないけど。スピリットでタッチしたい。はい。何回勝負になっちゃうね。で、達成。使ってて、2000の完熟の。
完全ダメージ、これ2点ゲイン、あと能力弱い。自分で使ってると何が強く感じないんだけど、なんかパーツを使ってると辛いね。なんか終わりが見えてこない。もしくは怖いよと思って。すげえ遠い。あー、レフトは下がめ。エンド。いやー、キャンペだから。はい、やめたけど。これ落として。いや、職員はしてないよ、これは。これ前のターンだから、エンド前に持ってきたいと思ったね。これは？え、これは今のターンですけど、ペッチ。ペッチ。で、エンド。はい。はい、
3ターン目カードはしょうがない。問題4ターン目もいいね。カードは1枚。これだ。5バラ。
あ、でも浜田これ負けちゃったぜやっぱり一戦敗退したここでうちのチーム頑張ってはい、頑張ります3、2、1、1で勝ってちょっと俺レガシーじゃないもうレガシーの方がいいこちらのクリーチャーの枚数は1体じゃあその1体食べたいそうだねレガシーの方がいいそうかねだからね下に置くといてやるやっぱそう叩きつけた頃がアップキープ。後ろあのドロー。1枚タップして、はい、手札に出るに神髄が入ったから、ね、どっちにしても1番だから。パス。はい、うわ楽しいこの時期ジュース使えちゃった楽しい今日そろわない気がするこれだけやるでしょジュース使うの楽しくやこれ楽しい今日これやべえよこれやべえよやべえよじゃあ、その人数で出さないと勝てないよ。自分は順番に出たら、環境が全然わかる。ジェイスを…でも、ジェイス出されたら、負けちゃったんですよ。じゃあね、ジェイス出すとね、流されちゃったんで、ちょっと…おい危ない、危ない。あんたも負けないじゃないって。あんたに愛されてるか持ち帰ればな。それはいいじゃん。危ない、危ない。だ。いや、面白い豆になってわぁ、気持ちいい山あれ山って山はい、お願いします俺これ絶望させますねでも山田さん、見てくださいこれ絶望じゃないんだ攻撃宣言おぉあとね、3点193パーでなそうだね流されないラッシュバックで2体出して残せねえってなはいこれ忘れてたからパニーやばいしこれはせえ22が4、3体できてコンボ揃っちゃったっつあ、負けたやられましたってあったぜえずるいずるいキッチンキャッチで、2点ダメージ9それのカード倒しそうだね。エクスゴーだったっていうのを忘れてくるし。はい。はい。いやもうです。もういいな。着物のさ、着物の第一1枚、四つ目1枚、プレインズキー。スタート。これを置くわ。先行。いや、置いてくれよ。着物のも置いてないですよね。それはその召喚魔法の再現しないとどっかイメージがないこれ言いちゃうからここであれ手札に持ってなかったらこれ手札で取ってられちゃうだけじゃないでも手札いらないじゃんいやこんなに山ばっかり行くと思いませんでしたもん楽しいことにこのバイヤルからいいよこのバイヤルもう楽しいね入ってるんですか1枚入ってるあと何回買ってくれたらしいでしょうそこにバリスティックを一番くれるのいや、一生引退の中から嫌われたんですよ色ついてない色ついてない遠いなー遠いなまた山に来てやがるエンドなんだろこのクレルダーの手それは、ワードの走ろうすごいなやばいドローンエンドマンです19こんな感じで分けられた時にこっち捨てた
無理読んで出されたらどうしようもないけど。でもあれ、しかないでしょ。そう、負けてる。さらっと負けてる。で、まあ、聞こえないよね。負けてる。確かに。で、こっちだったら、ビグダグダして、最悪そっち気持ち系引かなかったら、ずっとその盤面のままがありえない。で、そっちはまだ何も入ってる。周り入れると強く入ってる。リカバリーが効きやすい。で、基本地形も、ガンドギだから。今入ってるよ。まあ。して、エンド。花火枠とも一個ずつだからね。いい勝負だったな。そうですね。それこそ、そう、一番多く入って、4枚入って残ってるデミアの一貫なんか引いたら、別にない、それ1枚で全部となられる。あんまり出ないけど大丈夫っていうパターンになっちゃうんですか。これ1個で青葉の向かうまで供給できるから、確かに全然あるんだけど。やらないですかね。やっぱ青葉さんの口黒だな。全然一応甲子園にちょろちょろ見てくかな。何か見らないかな。それが俺の答えだ。その全体的なの見てた。これが俺の答えや。切りたいって言いたいとか。なるほど。なんかエリアのノイズっぽいよね。マーベリック見てやろうで、面白すぎる。まあ、三ターン目にあれのマナは取り替えるかもあるし、次はリリーちゃんもなんかチラシで言うよね。トロッパーっていうのもあるし、トロッパーって言ったらまず無理か。あ、ほら、キレッとかあったんです。ただ、お気持ちのプレーだったら、ただ持っていて、エンドしたい。相場も触れるできない。危ないのは多分21で、今マナーキャプター置いといて、こっち21で、何で行けないのか。これ俺の声、1人で着るしてから、何か話してこんなチャットに置いてんとませんな。あ、そうなんだ。ちょっと見たらいいんじゃないですか。本当は忍者と強くかるからな。あ、同じポスト、オーバーチームしんじゃん。クラウドポストも真っ青になった。クラウドポストが真っ青はさすがに嘘やろ。はい、何もらですか。オーバーチームしんじゃん。では、4枚引いたらデブバーでそうだったんですけど、ジェリーまだ死ぬかいから、ちょっとデブの方が気にするんだよ。DB3 で伸びるされて3点あ、勝手神3点はい4枚はい終わりです。はい、作ったやつはうち知らなかったんですか。そうだよ、頑張ってやるから出すから、続きだから今回ね、変なアイテム発生できる。そうなんだよ。おじいちゃんね。もう、はい。もう一回。っていうか、前に。押してる。リスメンバー祭り。全部が大事な。全部が大事な。ここに全部が大事な。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 やったー！全部が大事な。沼、沼だな。最強戦士。確かに最強戦士。頑張られるんじゃない3、3、6、6 これは、あれ、それ入れないと、それ2枚くらい、いや、3枚くらい入れてみんげやぜ、EX 枠あるで。あー、死んだ。
でもこれだったら俺たでいいの。何を抜けば何を抜けばいいの。お前かな。なんか何もしない人間。ボグボグ。ランド果たし始まった。クリソンパニックインスタントだ。何もしてないからランド果たし始まった。何でしたっけ。お前。止めない。止めない。はい。止められそう。ジョリカン。で、エントしたい。はい。もらいます。はい。止めないから森っていうだけなんだ。なるほど、その発想はなかったのか。サンドさんは使ったいな。どうやって使ってるのか。引けなかったら入ってない。これ海が引かないんだよね、そのあんまり。あんまりじゃないわ。あんまりじゃない。引かない。この髪はもあるんだよね。まあもう積んでる感もあるよ。でも海に入ったらいいだろう。いやだってこれ積んでるのはいるんですよ。いやだね。持ってねえし、いや。いいですね。だってこっちだって突き放せ相手のこう特殊地形止めたいぐらいだから。なんだったらあれじゃないですか。あの自分のあんまない気持ち。だから むしろこっちも海入れる。だから、真ん中と浮いて、こういうシーンを。それはランドワールドの真ん中って言うんだっけ。どれ締め上げて、締め上げて、締め上げて。前の、これ軌道、軌道は真ん中。簡単にプレッシャーは、こっちから。イーストモハンマー、分点払って、フルスイング振り抜いてるんだ。真ん中スカイ、1マナ払って、サクリファイスしてカード引く。早いからブリッジ強いから。際に強度で、それやったら多分、引ずる。面白い。シルバーバレットサイズ4枚以上だから、4枚以上だからチェック陣なかったら削るでしょ。削るか起動はできるのか、うん、起動できるからいけんじゃん。バラクゼとかは別だから、うん、起動するときにやるの。黒を持ってくる選択肢はない。赤黒を持ってくる選択肢はある。沼越しになるのは赤黒ですね。というかそもそもこれがあるから何でもいいんだよ。これ3枚入ってるよね。3枚入ってんだろ。3枚入ってるんだろ。どんなプリンズの間違いなんだよ。しかもちゃんとあれだね。プリンズの他を処理するっていう与えられた役割でレボルバーにあれが強いんだよ。沼越しの感覚と違う。ああ、スタンダーなるほど。バリットレージ、バリットレージ出ないよ、バリットレージ出ないよ、アイスイージ出たよ。バリットレージ、なんか今の中ありえない。リクリエーション、あ、俺ソルさんがあんなツンドラ出してっからな。あ、俺出がちだったな。3枚見たい。俺はやめたいよ。燃えてますね。
これが俺の答えや。もらう。死にそうです。ありがとうございます。これが俺の答えやって言って、チアミから20万円出して、次チェイス出して。それでそういう歴史を組もうとしたら、明らかに前に押し込んだら、その時はお金だって話したもんね。自分で家でやりますっていうのも。次を出すよね。会社のビジョンでかけた。これでビジョンのボードだね。しかも付き合ってる状態でいいですか。しわしわが必要なの。シュルジュミよ。どうすんの。確かに赤みど出ねえけどみたいな。はい。よよよ本当に。しわしわ山盛り。しわしわ先で。しわしわ山盛り。しわしわ山盛りで全部出る。何で出るんだろう。タイトルタイム1回自分の1回だけだよ。タイトルは自分のターンだけだよ。出たターンだけだよ。しましま山本みたいな。しましま山本めくったもん。やっぱり受けましが欲しい。多めに入れてたら受けましが20枚だったらじゃねえとやばい。受け20枚絶対ピッチいらない。はい、お時間です。ラストプレイヤーは、はい、ラストボタンか引き分けをせんとかゼロスターで。だって仕事しますもんね、殴りは。そこを殴るから言ってたけど、あの人らの仕事だったらさ、やっぱ気持ち悪い。教授のゲロいな。給料どんなもんよって話だよ。あの、サンドルスマホもらってるよね、あの人たち。めっちゃくちゃダブルマッチしたい。ドロー3。その人らの結構って、私の練習の通りに僕が負けつめてのドロップ違いに。これもしかして、お前と当たって、次はサラリーマン。もし全然オーロラちゃん出ないんだけど。やつは同説なのか出ないですね。あの自分で研究したやつで特許取って出したりすればもらえますけど、でまあ一体とは言う。こうしてほしい。はい。全然こっちも。俺そうなんです。毎日毎日結構コスで回してるんで、基本的にもらえない人は別にただ暇つぶしに行くぐらいの感じなんで。で、ターン。個人で稼いでる先生って、新しいもの。あと、ダメージは5点でいいよね。七七七袋を乳首に出てるから、俺絶対、俺のために生まれてきたよ。全然出ない。あった。アップキープ。アップキープ。望まれてるに決まってんだろ。プレイヤー3点。はい。父袋は俺がすんじゃん。10。ドロー。はい、やっと、なんか戦力が揃ってきたな。知った。あれ、これ起動したら、さらほど取られたじゃん。あー。これはやたら出る。これ。これで、1か。1だけど、ドローとかあるから。こっち攻め。これも出たんじゃないの。これも出た。よかった、中華姉妹揃ったやん。割とね。まさに変わっちゃうね。そうだね。なんか一番でも知ってくるのやっぱ、なんか赤緑のトロンよりもどんどん効果がしっくりくる。コンバット、はい、暗証と、はい、投資、やばい、遺産だ。なんか自分の首ガンガン締まりそうなものばっかり入ってきてするんで大丈夫です。え、押し、しまっちゃうな。
ストーリーサイレンスみたいな、はい、俺の答えを入れるわけ。これは見たません。